どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それではデビルメイクライ5続きやっていきたいと思います。はいはい、リベンジマッチですね。企画の最中ですね。そうですね、今は。で、そんな中、はい。まあ、同時に資料読みっていうのをしてってるんですけど、はい。プロフィールまで読み終わったんで、うん。ドキュメント。ドキュメント。で、これは全部で結構7個。1、2、3、4、5、6、うん、本当は7個あるね。7個あるんで、はい。まあ、ちょっと今回は、うん。いつも僕読んでばっかりなんで、うん。ポチに読んでもらおうかなと。ポチが読む。うん。はい。思います。はい。じゃあ、ポチよろしくね。はーい。じゃあ、そのクリフォトについてからでいいのかな？うん。クリフォトについて。クリフォトは魔界における生命の木のような存在だと言える。ありとあらゆるところから生命の源であり、悪魔の力の源である人間の血液を集め、数千年に一度それを凝縮した身を宿す。びっくりした。その身を食した者は、すべてを支配し得る王の力を身につけるそうだ。トリッシュによれば、過去にはムンドゥスという悪魔がその実を食べ、魔界の帝王となったというが、ムンドゥス以降、クリフォトが実を結ぶことはなかった。スパーダによって、魔界と人間界が分断されてしまったからだ。だが、魔界と人間界の境がなくなっている今、クリフォトはいずれ再びその実を結ぶことになるだろう。おそらくそのためにクリフォトは地上に姿を現したのだ。魔界は人間界とは断りの異なる世界だけあって、クリフォトは人間界の木とは反対に地上から地下へと向かって生えている。果実のなるであろう頂を目指すのであれば、ひたすらに下を目指すことだ。その先に待ち受けているのが何者なのかはもはや言う必要もないだろう。ああ、そうなんだね。なるほどね。それがあの実だったんだね。スパーダがならないようにしてくれてたんだね。そうだね。分けちゃって、だけどそれがなくなっちゃったからまた実ができちゃうよってっていうのと、あと魔界と人間界は真逆だから下に伸びてくってことなんだね。そうだね。逆なんだね。こうなってんだね。ははは。そのこうがね、うちら別に顔出ししてるわけじゃないから、その今のジェスチャー通じねえんだけど。こうなって。でもそういうことなんだな。そう。下に行けば行くほど、てっぺんってことなんだな。そう。下に行かなきゃいけないんだね。なるほどね。はぁ。じゃあ次行きましょう。はい。ほい。新聞記事のスクラップ。16日夕刻から夜にかけて、レッドグレイブ市の中心部で多数の市民が惨殺されるという事件が起こった。被害者の数は不明。犯人はまだ捕まっていない。市警は近隣都市へつながる道路を封鎖し、事件の調査と犯人の捜索を行っている。レッドグレイブ市で起きた惨殺事件について、市警は発見された遺体だけでも被害者の数は数百名を超えるであろうと発表した。遺体の損壊は激しく、中には部分のみしか見つかっていない被害者もいるという。また、遺体が見つかってはいないが、事件以降行方がわからなくなっている市民も少なくはなく、死刑はわずかに残った生存者らから、事件当夜の様子や被害状況の確認を急いでいる。レッドグレイブ市で起きた惨殺事件について、死刑は事件当夜に炎上した屋敷から、女性の遺体が発見されたと報告した。女性は屋敷の主であると、主であると見られているが、それを裏付ける証拠がないという。また、屋敷には双子の少年も夫人と共に住んでいたことが、生存者の証言で明らかになっているが、この双子の少年に関しては、未だ遺体も発見されていないという状況である。これは、あれだね、ストーリーのムービーで出てきた、ダンテと、そうだね、バージルとエヴァだっけ。そうだね。エヴァだったっけ、うん、の話だね。いやー、そうなんだ。じゃあもうあれなんだね、最初の方からもうこの辺にいるっていうことだけは、悪魔の奴らは、もう目星をつけててどんどん惨殺してってたってことなんだね。そうだね。わー、怖えわ。
で、ついに見つかっちゃったって。見つかっちゃったんだね。いう話だね。そういうことだね。なるほど。悲しいスクラップだな。そうだな。いやー、じゃあ残りは次回。はい。ってことにしましょうかね。はい。はい。で、今回の対戦相手は。はい。こちらです。わお。あれでも結構やばいかもしれない。はい。危ない危ない、避けて。やばいかもしれない。ああ。というわけでですね。はい。まあ、こいつを倒さなければならないわけですよ。はい。この犬っころ。うん。ってなわけで、移動します。はい。はい。来たよ。はい。犬っころですよ。犬っころですか、今日は。うん。もう負けねえから。よーし。この下降りたらすぐに。いる？よっしゃ。来たぞ。はあ、くっせえ犬がいるんだよ、ここに。わあ。ほら。おお、超えてくからね、こっちはね。Oh, easy there, fella. Hey, I remember stinky little pooch just like you.あと改めて見ると、だってかっけえな。わあ。ワンワン。Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. ワンちゃんだった。ね、ワンちゃんだ。ワンちゃんおいで。お散歩行こう。どうぞ。でもさ、なんてぐらいの大きさだったらさ、よくよく考えるとさ、うん、あんまり食い尽くすっつってもさ、まあ、一口だからあの顔で、顔での口じゃな、なんか小腹は満たせないよね。そうだね。あの大きさのワンちゃんだったらかっこいいな。かっこいいんだよ。かっこいいんだけど負けちゃったから、かっこ悪いな。かっこ悪かったから今日はかっこよく、今日はかっこよく、うん、サクッとね。うわぁ、今日、まあ、まあ前までね、ルールが分かってなかったから。そうだよね、ルールがね、うん、ルールってあんの。いや、これ、こいつがさ、ワンちゃん行って。ヘルベロスだっけ？そう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 。あれ？空中でかわせないのか。大丈夫か？大丈夫だから。ラグか？大丈夫だから。危ない。あ、行って。じゃれてるね、ワンちゃん。のどかな。のどかでしょ。風景。光景だ。風景じゃない。光景だね。ワンちゃんとダンテが、じゃれ合っているよ。そう。痛い。ほら、痛いぞ、ポチ。ポチじゃないよ、あれ。ポチ、あれ。あれ、ポチ。いって。やべえ。やばい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 よ。ワンちゃんまだね、あの子犬だから力加減ちょっと分かんないのよ。おおって言ってたけど、これこっから逃げないといけないの。ほらこうやって、わーすごい。そうそうそう、あれ食らっちゃダメなのね。そう、あれを食らっちゃってたから、いっせ、そもそも間違いないのよ。雷とヒートあるの？雷とヒートね、氷？氷もあるのか、3つだから顔が。そう。痛いよ。あれ？強くない？強いよ。よくかわしたと思わない？ああ。あれ？あ、死んじゃうよ。オーブ使う？あ、凍るよ、凍る。
逃げれたのこれ。逃げれた。ちょっと暑いと思ってた。夏だしね、もうすぐ。あれ強いぞ。知ってるよ、強いのは。危ない。おお、ガードした。おっ、ガードした。でももうやばいよ。気をつけて。強いよ。あー、今度燃える。受けた受けた。忙しいな。忙しいんだよ。燃えたり。いて。ビリビリしたり。あ、死んじゃう。あー、死んじゃうよ。これはまさか、まさか、マジでマジでマジで回復できないの。できないね今。やばいやばい、長丁場になる。やばい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 、避けて、もう死んじゃうよ、避けて。ダメだ、そんな近づいちゃう。いやー、おーい、あー危ない。攻撃しないでね。うわ、分かってる。でもひーあーあーひーあーあー、持ってる。ギリギリ、もうほぼ死んでる。ほぼ死んでるねこれ。あーあああこれはもっかい、もっかい。マジか。ああ、はあ、はあ、まったく大丈夫。あれ、これ何回かこう繰り返す感じにならない？大丈夫。ダイジェストになってない？大丈夫。右から左へ。あ、受け流してない。あっ、いやー、まさかお前にこんなに手こずることになるとは。本当だよ、頑張るんだ。この苦手意識を克服しなければならない。そうだ。いって、いきなりプッシュ食らった。あれ、なんで、もう、あれ、わあ、もうちょっと、ちょっとちょっと落ち着いて、落ち着いて。俺落ち着こう、落ち着こう。俺落ち着いて。レオ落ち着いて。レオ、レオ落ち着いて。避ける、避けるじゃない、受け流すんだ。いよいよ、ああ、また今度氷、また氷、凍る凍る。どう？あら、燃える燃える。ふっ、忙しい、忙しいよ。よし、熱よし。
いいぞいいぞ。腹の下に入るのいいね。あ、ビリビリする。逃げて。これでトリックスターで近づき。あ。お、どうした今だ。どうだ。まだダウンしてる。今のうち。今のうち。いっぱい叩け。お、そしてそうなって。どうやるの。だから。あ。いやまだ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 。あれ痛い。うわ、くる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 。雷が。うわ、それはダメ。これダメ。おし。頑張って。よし。あともうちょい。コール。コール。コール。やだやだ。よしよしよし、いいよ。よっしゃ、まだいける。上キャラクター。いいよいいよ。レオいいよ。レオいいよ。自分で自分を褒めてく。いいよ。レオいいよ。落ち着いて。まだ油断しちゃダメ。ちゃんと避ける。痛い。ちゃんと避けて。あー、つーい。油断すんな。ちゃんと叩いて。あ、今だ。よっしゃ、ダウンした。叩け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 、やっつけろ。待て待て。あー、ほらこの野郎燃える。ふっふっ。でもいいよ。近づく、もっと近づく。待て、いいよいいよ。あとちょっと頑張って。なかなかもうちょっとか。いけ、いける。しゃっ、やったー。ああ、このザクブ。めっちゃ手こずってたけどな。いや、こういうのあれだな。負け犬の遠吠えつんだな。そうだな。犬だけに。犬だけに。あいつの顔以上戦ったぞ。戦ったね。あいつ3、3つだもん、顔。3つだったけど、初回から合わせるんだって、5、6回戦ったってことになるからね。そうだね。おぉ。いやぁ、かっこよくやってるけど、お前、4回、5回ぐらい床ペロしてっから、ね、そうだな。それは、俺のせいなんだけど。いやいや、よかった。よかった。もっと長引いたらどうしようかと思った。いや、ほんとね。終わんねえかと思った。ダイジェストが。だわ。並ぶことになると思った。編集が大変だ。いやよかった。よかったよ。よかったよ。うわ、疲れた。いや、よかった、本当に。よかった。でも、これで、あれです。残りね、うん、3回ですね。おう。うん。よだれがすごいっつってる。ほんとだ。よだれ以上なんだけどな、大変な目にあったんだけどな。あれ、よだれだったんか。そうだね。あとは、ユリゼンと、うん、バージルを、うん、なんだっけ、ダンテとネロ。はい。の3体ですね。はい、3体。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあ、今回はここまでですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。